ということで大福くん。びっくりするって、今ですね、寝洗い町を、はい、通ってますけども、はい、でかいでかい寝洗い町でかいでかいな、うん、今日は、はい、やらまいかカンパニー、うん、龍河市道に向かってるに龍河市道ということで、まあ、昔我々東京にいた時に、うん、ちょっと龍河市道について話したりとかしてる動画をアップしてますけど、ああ昔やりましたね。そう、はいはいはい、行く機会をね、ずっと、僕らも考えてまして、はい、まあ、今日がいいんじゃないかなと思って、うん、今龍河市道に向かっているところなんですよ。うんうんうん、祭りだやいそうやいそうやいそう。今細江町に入りましたね。はいはいはい。いやなんかね、ちょっとね、うん、やっぱ以前にね、月に行った時の動画も出してるんですけども、やっぱりこう僕もね、この浜松市がもう大きすぎてね、うん、知ってる場所とか知らない場所っていうのはやっぱいっぱいあるわけですよ、うんうんうん、だから龍河市道に行くのもね、うん、記憶を遡ってみたんだけど、うん、おそらく多分小学校以来になる。で、別の場所とかね、うん、なんかいろいろな観光スポットとかは別の前の機会にね、はいはいはい、家族で行ったりとかもしたことはあるんだけども、じゃあ龍河市道に向かっていくって言った時に、うん、今ね通ってるこの道もね、本当に慣れないですよだから大福くんと一緒、うん、今日も RPG の気分でなるほど、ね、やってますよ。じゃあちょっとそこら辺でレベル上げしてから行きましょうか、ね、レベルアップしたいなとは思ってます、だもんで、まあね、龍河市道行ったらさ、うん、マテリアのジェラート、はいはいはい、すごく有名なジェラートもね、うん、食べたいなとは思ってるんですけども、まあそんなこんなありつつ、うん、今日はちょっとドライブトークしながらね、うん、動画を撮っていきたいなと思います。はい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 。宮古田川です。宮古田川。こちらが。そうそうそう。うんうんうん。今宮古田川を越えました。本当に見たことない景色ですね。いやそうなんです。で、うん、龍河市道に行く道にね、今ね、うん、向かってる最中なんですけども、はいはいはい、どうもね、やっぱり、うん、この今そのだから龍河市道稲佐町にあるんだけど、うん、その稲佐町にもね、うん、京林堂さんと、うん、バローがあるらしいんですよ。バローさんが、うん、ほらもう出た、京林堂の看板が出てる我々の味方いやそうなんです。だからちょっと龍河市道に直で行く前に、うん、ちょっと京林堂さんにも寄りたいなと思ってほう。でバローもね、うん、僕はよく北寺島の方行くんですよ。はいはいはい、行きますね私は。大福もそうかな、はい、いつも僕らがね、うん、ラジオとかで話してるバローさんは、うん、北寺島のバローさんなんですけども、はいはいはい、この稲佐町の方にもバローさんがあるということで。本当にあるんですかいやね、あ、待って大福、うん、右手側に僕の今、うん、お茶丸の右手側、はい、少し奥ですけど、はい、京林堂さんの看板が見えますあるよ、あるあるある、あそこあそこあそこ。あ、本当だ。いやだでちょっとね、俺買い物もしたいもんでリアルに買い物はさロケ前に行っといてくれよ。いやいや京林堂寄らせてよ行ってから来てくれよ。いやそうなんですね、うん、なんでちょっとね、はいはいはい、買い物もしたいなと思って、うん、いやちょっとワクワクしてただよ、うん、今回その龍河市道行くに、はいはいはい、当たって地図を見てて、うん、で、あれと思って、うん、あれ京林堂とバローあんじゃんと思ってさ、うんうんうん、せっかくだもんでな、寄ったことがないからさ、寄りたいな。いやでかいね看板が。いいですねやっぱ風、遠くからでも見えますね。いやそうそう。じゃあちょっと先に、うん、京林堂の、稲佐店ですね、はい、ちょっと入りたいなと思ってます。お買い物タイム今京林堂さんとバロさんに行ってきましたけども、はい、いいね、変わらないね変わらないですね。そりゃそうだよ、チェーン店。ちょうど今ちょっと下校の時間とも重なってね、はい、目の前に湖北高校もありますので、はいはいはい、学生さんたちもなんかいっぱい買い物してましたけど、ね、そうですね、はいはいはい。何買ったの大福か。私は京林堂さんでは
こちらですね、ダブルメロン。何それ。これね、うん、あの中にねメロンのクリームが入ったパンなんですけど、これ、うん、今ちょっと調べた感じ、うん、東京では売ってないです。ああ、東日本のところにバツがついてたので。あ、そうなんだ。多分ね、僕はだから見たことなかったのよ、東京で。もともとコンビニでも働いてたし。そうそう、コンビニで働いてる時に、陳列したことなかったんですよ。うんうん、で、食べて美味しかったんですけど、うん、こっちしか売ってないのかと思ったら、東日本と四国以外では売ってるっていう。ああ、なるほどね。ことらしいんですけども。だから地域によって売ってる場所。地域限定パンでしたね。だから関東地区の人は、うん、あの見たことがないパン。だから僕の東京出身の友達は多分このパンのことを知らない人もいる可能性はありますね。でも規模的に考えたら割と全国的には食べられてます。ああ、だから西日本の方に売ってる、うん、確率が高いということですね。はい。何ですか、京林堂さんで、お茶丸さんが京林堂さんで買ってきたものは。僕はあのヒゲ剃りのゲームめちゃくちゃ京林堂さんですね、うん、はいはいはい、であと、うん、あのバローさんで、うん、91円のおにぎりちょっとお腹が空いたんだ、はいはいはい、いや91円だに安いよね、本当に。じゃあちょっとこれをね、はい、下ごしらえして、さあ龍ヶ城に向かってきます。腹ごしらえ、腹ごしらえ、下ごしらえはその調理の前の段階の話ですよ。腹ごしらえ、腹ごしらえ、はいはいはい、あと私はね、あのバローさんでカリカリチーズパンを買ってきたんで、はい、あ、なるほど、はい、じゃあそれを食べてパンとパン、パンパンセットでね、いっちゃいましょう、いきたいと思います。大福さん、はい、もう間もなくですよ、うん、龍ヶ城まで、あと2キロっていう看板があります、うん、看板出てますね、目の前にね、神秘の大衆大鍾乳洞龍ヶ城となってます、はい、うん、いや本当にね、俺小学校以来だから、うん、もうなんとなくのもぼやっとした記憶しかないもんで、いやなんか大福はねもちろん初めてだけど、鍾乳洞自体は人生で、いや初めてだよ、初めて、うん、あ、いいね、今遠足気分だもん。あ、そう大福今遠足気分今遠足気分、私はね、俺も遠足気分車を運転してるやつが遠足気分わけだからさあ本当にもうね多分間もなく入ってくると思いますよ、うん、すごいね、本当に景色も全然違いますね。ね、本当にね、多分ね、俺らドライブトーク各種いろんなところにね、浜松市内行ってるけど、あれ本当に並べてみたら景色が本当に様々だと思うよ。全然違う。だからぜひね、ここら辺に住んでる方とかにね、うん、ああ、うちの前みたいなね。いや、そうそうそう。ふうに思っていただけたらね。いや、そうなんですよ。結構コメントでもあるもんね。あるある。そこ右に行ってくれたらうちだったのみたいなね。あります、あります。寄ってくれればよかったのにみたいな。寄りはしないんだよ、さすがに、ね。ご迷惑になっちゃうからね。あ、龍ヶ城の看板が出てる。もう本当に近くだ。あ、来たんじゃない？この先にあるんだ。入り口って書いてある。うんうんうん。ちょうど多分この看板横に映るんじゃないかな。多分すごいね。おお、入り口のところだけが映ったね。いろいろあるね。はあ。いや、ここの景色とかすごく綺麗じゃん。横のお花畑が綺麗ですね。いいね。ね、お、龍ヶ城200m。さあ到着しますんで、ちょっと我々は、はい、龍ヶ城で鍾乳洞も行きたいなと思いますけど。うん、はい。間もなくですよ。おー、あそこだけ。すごい。すごいね。山に看板が出てますね。ハリウッドみたいになってきた。本当だ。あそこすごいね。すごい。さあ、じゃあ到着します。はい。じゃあ龍ヶ城見ていきたいと思います。はい、ということで大福くん。はい。いや、龍ヶ城最高だったね。行ってきましたね。もう神秘的でさ、鍾乳洞がもう神秘的で、感動しちゃったよ、うん。どうでもよくなっちゃうんだって。龍ヶ城に行ったことが。何が？ワンアイテム増えてるじゃない。気づいた？見て。
龍勝堂何買ってんだよ。いやもう見つけた瞬間に、うん、もうこれ絶対買うしかないと思って、うん、大福呼びつけて、うん、大福大福っつって、うん、色どれがいいかなっつって、うん、ピンクにしたに、うん、まあでも良かったですね龍勝堂自体はね、うん、いや本当にずーっとこうなんか本当にね、うん、まあよく言うけどインディ・ジョーンズみたいなっていうのは本当にそんな感じというかね、そう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 、なんかこう神秘的な世界にずっといる感じで非日常感ですよね本当にね。いや本当最高でしたよ、うん、またねいろんなところ浜松市内に行こうと思いますんで、ね、はいはいはい、もう今日はとりあえずこの龍勝堂の帽子どかっこいい、何を共に帰ろうとしてるんだよどっかっこいいね。マテリアさんも言ってましたね、マテリアさんのジェラート最高じゃん美味しかったですね、めちゃくちゃ美味しいよ、うん、大福間違えてアイス 2つ持ってたの一番面白かった俺もう一人と来てるみたいなもう一人見えない誰か2人でいるのに3人、いや俺はさそのカップに2個乗っかってるやつが食べたかったんだけど、はい、うん、ちょっと今さっきパンも食べたしお腹いっぱいだったから、うん、はいはいはい、S2 つだったら食べれそうだなみたいなテンションだったの、はいはいはい、うん、だから S の2個、うん、2個買ったんだけど、うん、ちっちゃく2人分って書かれててちょっと気にはなったの、うん、はいはいはい、でもまあそのダブルでこう乗っけてくれるのかなと思って剣持ったら、うん、コーンどうしますかみたいな、2つでいいですかみたいな言われて、あれってなってあこれその S を2人分用の剣だったんだってなって、あ、俺の想定してるのは違ったんだってなって、うん、2人分もらいました俺だって外で待っててびっくりしたもん、大福がガラガラって出てきたらアイス2つ、あれ俺もう食べてんだけどな食いしん坊みたいな、いや美味しかったですね、うん、じゃあもう、こっから帰宅しますんでね、はい、エンジンかけて出発しますんで、はい、お願いします。以上やらまいかカンパニー、チャンネル登録高評価お願いします。高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか、次の動画も見てね。